一社駅停留所から見たイノシシダカ営業所、名古屋市営バスイノシシダカ営業所は、愛知県名古屋市名東区平和が丘一丁目44にある、名古屋市営バスの営業所である。最寄り停留所はイノシシダカ車庫であり、主に基幹バス新出来町線の一部の便、畜作、昭和区東部、名東区西部の路線の一般路線を担当する。担当路線の営業係数は、全体的によく、 黒字系統も多い。当系統は地下鉄一社駅と名東区猪の小石地区とを結ぶ路線である。1998年の系統再編前の番号は95であった。1998年の系統再編前は昼間時のみ運行の一社本号、一社藤ヶ丘という視線も存在した。本はこの再編で延べ玉橋を通らなくなる予定だったが、 この変更は実行されなかった。1998年の系統再編後はしばらく、本と、し、小回りの2系統での運行だったが、2000年の再編で、バス路線から離れていて不便だった。天神した地区の区画整理事業が進展し、新しい道路が開通した関係で新たに、し、大回りの系統が設けられ、それまで終日運行だった。し、小回りは、 朝夕のみの運行に改められている。平日、土曜、休日とも、本、が1時間あたり2本、し、大回りが1時間あたり1本の運行である。し、小回り、は、平日朝夕、と休日朝のみ、出入、は長夜のみ、で、は、朝のみ、入り、は引山発最終のみの運行である。当系統計等は、星ヶ丘と名東区高張地区を結ぶ路線である。 名鉄バス、岩藤線も、星ヶ丘と高張地区とを結ぶ路線であるが、経路、奇襲点、停車停留所が異なる。大森営業所担当の本郷駅発着便とは異なり、地下鉄平張やイノシシ緑地へは乗り入れない。1998年の系統再編前の番号は、幹線16、であった。また、百九十四年以前の番号は、十二。 であった。昭和30年代には、広小路2、東山2を経て境まで運行していたが、地下鉄東山線の延長に伴い現在の星が丘発着となっている。1994年に感染系統化された時に、それまで市は右回りしかなかったのを現在の両回りの形に改めている。2015年12月より金曜日と休前日のみ、 市の左回りの最終便の時刻を23時30分発に繰り下げている。平日、土曜、休日とも、昼間は、本が15分ごと、死が、左回り右回り合わせて15分ごとの運行となり、星が岡山の神館では、片道合わせて1時間あたり8本の運行となる。折は、東名古屋病院勤務者の通勤対策で平日、朝のみの運行である。 東京都は地下鉄東山線の星ヶ丘と地下鉄鶴舞線の上田駅とを結ぶ路線である。名東区と天白区を直接結ぶ数少ない路線の一つである。1998年の京都再編前の番号は65であった。65は星ヶ丘から名東本通りにを南下し地下鉄上田までの本線と西山住宅循環。 西里町循環、東山公園事務局前の支線で構成されていたが、新系統化の際に、西山住宅循環は、間保守級1でカバーする形で廃止となり、東山公園事務局前系統は分離され、保守級13の支線に組み込まれた。なお、現在の市にあたる系統は、65波というのが正式な番号で、バスに掲示されている。 営業所ごとの路線図や交通局の統計資料ではこのようになっていた。保星91同様昭和30年代においては境まで運行されていた。バスの行き先表示が LED 化された時本の前面はそれぞれの行き先だけの表示だったが星912と5条が出たせいか経由値が追加され焼山地下鉄上だという表示になった。平日 土曜、休日とも、昼間は、本、それぞれ1時間あたり2本の運行となっており、星が丘西、山本通時間では合わせて1時間あたり4本の運行となっている。9番号は、67。時故の、境17、とは、奇襲点が同じで、系統番号も続き番になっているので双子の、系統のようだが、この系統が、名古屋大学まで伸びたのは、 名古屋高速2号線の延伸によってその地上部分に新たに道路が整備されたためであり、それまでは田代本通り止まりであった。さらに時代を遡れば、田代本通りから末森通りを経由して星ヶ丘まで達していた。かつては上信営業所が担当していた。朝や夕方を除き毎時一本の運行。9番号は160。 1961年の路線図にすでに載っているという歴史のある系統である。この系統も、全校の、坂江16、と、同様、かつては上信営業所が担当していた。桜通線延伸前は、吹上古いの坂大久で青谷議長という経路をたどっていたものを、桜通線吹上駅開設とともに、地下鉄吹上バス停を開設吹上地下鉄、吹上 大久で青谷議長という経路に変わったが、大久でバス停を挟んだ区間は、環状線を通らねばならず、しかもこの経路では、上り降りとも環状線から右折する必要があって、大幅な車線変更をしなければならず、特に、ラッシュ時は渋滞に巻き込まれることが多かった。その後、将来の名古屋高速2号線の延伸工事に伴い、その地上部分に道路が、 部分開業し、大久手を経由しない、現在の経路になった。なお、かつて市担当が、上信営業所だった頃には、坂へ吹き上げという支線の設定があったほか、さらに遡ると、坂へ、大久手川原通名古屋大学前などの支線の設定も、あった。坂へ16、より、若干本数が多く、日中は、毎時2本程度運行されている。乗務員休憩は、 病検庁で実施する。境から鶴舞公園北口までは大通りを行くが、そこから先は一転して、弁天前までは飯田街道の一車線しかない通りを縫うように走る、系統である。沿線に、名古屋大学医学部附属病院や名古屋第二、赤十字病院があり、名古屋の市バスで最初にノンステップバスの運行を開始した系統である。 2003年12月までは名古屋の営業所の担当であった。この系統は1998年までは50と名乗り、次のような路線であった。もともとは A と B のみであったが、1989年の桜通線開業により、幹線15から東新町坂名古屋駅が廃止になったため、そのうちの桜通線と被らない部分を残す意味で、 C が新設された。その後、古基礎営業所の一時閉所による、イノシシダ営業所への移管に伴い、B は3号2を経由しなくなった。1998年の再編で、名古屋駅や場町は新設の都心ループと被るために、そちらに譲る格好となって、A が境までに短縮する形で、現在の路線となった。なお、B は廃止されたが、C は、 都心ループが朝のラッシュ時は運行されないこともあって、これを保管する意味で生き残り、現在は名駅十六を名乗っている。なお、ご基礎営業所担当時代は入庫の関係で最終の一本のみが入り中止まりであった。ちなみに解説当時は四十二を名乗っていたらしいが、A、B は病院正門前、屋ごと日赤病院バス停の他多くの医療施設の前を通り、 死に番では縁起が悪いという理由で、1958年の再編時に系統番号が50に変更されたと言われている。一部時間帯を除き毎日2本程度運行されていたが2021年4月2日、ダイヤ改正において減便となり、日中40分間隔となった。当系統は星ヶ丘と地下鉄自由ヶ丘駅等。 平和公園や光が丘を経由して結ぶ路線である。平和公園を経由する系統はこの系統のみである。通常の利用者はそれほど多くないが、平和公園への母産シーズンは利用者が非常に多い、ため営業係数は良くなっている。1998年の系統再編前の番号は88であった。かつての経路は以下の通りであった。その後、 坂井今池を廃止して、今池茶屋が坂自由が丘星が丘、1984年の路線改正で、大曽根、砂田橋茶屋が坂自由が丘星が丘となり、さらに2000年、地下鉄名城線が砂田橋まで延伸した際の再編で昼間時の一部については、砂田橋までの運行となっていた。2003年に地下鉄名城線が名古屋大学駅まで延伸されたことにより、 並行する遅ね自由が丘を廃止する形で、現在の経路となった。この再編で、星が丘、光が丘という区間運転の視線が廃止されている。本は平日、土曜、休日とも、昼間は30分ごとの運行となっている。出入は、朝や平日の夕方に、毎時1本程度の運行で、経路が完全に重複する、池下十一の区間便のような感じである。 星ヶ丘平和公園では、ノンストップの、輪は春季及び、秋季の悲願及びお盆、年末の母産用に追加運行されるが、星ヶ丘平和公園は本系統とは異なり打ち越し、イノシシ庫を経営するため、循環型の経路になっている。この経路になったのは2008年秋季の悲願からで、それまでの母産時期は、猫道通付近の渋滞を避けるため定期便も含めた、全便が、 大路のみ打ち越し、平和が丘経由の迂回ルートで運行していた。なお、この頃の、リンは、現在のような循環経路ではなく、光が丘止まりであった。2011年夏以降、リンの方向幕は、平和公園臨時バスと表示されている。リンは午前中から昼間にかけて、毎時にから4本程度追加運行される。星から、明東区南部の牧野原地区を抜け、 天白区の焼山交差点を西へ曲がり、東山公園の南に広がる丘陵地を抜けて、昭和区の入り中を結ぶ系統である。昭和区の妙見町停留所から東へ向かう唯一の系統である。もともとは、鶴舞線上田駅北側の区画整理事業が完了した際に、新設された64である。1998年の再編で、 焼山交差点で、64を二つに分けて、それぞれを星ヶ丘へ伸ばす形に路線を再編した際、西側の部分を星ヶ丘へ伸ばしたのが、本系統である。なお、この時、旧、65の支線であった星ヶ丘東山公園事務局前が、支線として取り込まれたが、2004年10月6日で廃止されている。なお、年月までは西山。 小学校から職員町地区を左回りに循環する視線が存在した。いのシし、星、し、も参照平日朝夕を除き毎時一本の運行。元公共施設関連系統の畜作。1984年の路線改正までは 74? で、74時代は、堺畜作駅前消した城山自由が丘。 および消した城山自由が丘光が丘、いのししだが車庫だった。この公共施設関連系統、便数が1時間に1便程度の設定になっているものが多かったが、檻は比較的便数が多めに設定されていた。日中は檻が毎時2本程度運行される。本は1日6往復の運行。市は平日に4往復のみ運行。また、市を除き、 地下鉄自由が丘伊藤で経路が完全に重複する星911、出入りやイノシシ、名を保管する役割も持っている。2017年3月までは途中の光が丘で折り返す便も存在したが、4月よりイノシシだか車庫発着に統一されている。母山シーズンも通常と変わらないが、期間に死と共に地下鉄自由が丘駅周辺から 平和公園へのアクセスを担っている。2004年の再編で生まれた地域巡回バスの一つ。それまでの名東区1と名東区2を再編、さらにそれまで運行していなかった職園長周辺をカバーしたり、名東区役所へ直に立ち寄るように経路を改めたものである。名東区自体に地下鉄路線が少ないこともあって利用者は多く、 地域巡回系統としては、営業係数は良い。地域巡回バスの一路線。蓄作の再編ということに、書類上はなっているのだが、ほとんど原型をとどめておらず、全くの新路線と言って良い系統である。春岡通中田は1994年の再編で、廃止された60位が走っていた区間で、実に10年ぶりの復活となった。 途中の東山公園事務局停留所は、本系統のみが経由するが、星913が終点としていたことがある。イのシシ、星、本は、星が丘から発着する各路線の送り込みとして、終日運転される。本数はまちまちではあるが、星が丘発着の系統が多いため、出入庫系統としては多めに設定されている。イのシシ、星、し、 名東巡回の運行前に同系統の経路のうち一社から食塩長築のみを運行する形で運行される系統で2016年3月まで星913の支線として運行されていた系統であった平日朝8時台の1便のみの運行である。イノシシ名はヤゴト11のイノシシだ会営業所担当分を送り込むために 名城線延伸により短縮された同系統の短縮区間を残したものである。名古屋大学発着の堺16、堺17や病研町発着の堺18、金山12の出入港を兼ねているため本数が比較的多めで毎時一本程度運行されている。当初はイノシシ高カ子猫ホラほら通時は平和が丘から、 平和公園を突き抜けるルートを選定したため、旧ルートが廃止になり、途中にある城山病院前というバス停が廃止されたが、後に旧ルートが復活したためバス停も再設置されている。以下の系統が経由している。盆や悲願寺に運行される。平和公園臨時バスは停留所を経由しているが、停車しない。もともとは日の自動車製の車両で統一されていたが、 入札制の導入や営業所の再編により、現在では他メーカーの車両も多数配置されている。配属されている車両は、以下の通りである。ワンステップバス、ツーステップバスは配属されていない。平成10年4月発行の交通局ニュース、郊外のしし車庫バス定時刻表、名古屋市交通局 HP ウィキメディアコモンズには、名古屋市営バスイのしし営業所に関するカテゴリが、 あります。ありがとうございます。